右側一番手前の建物がマンダリンホテルマンダリンホテルはタイの首都であるバンコクバーンラック区にある高級ホテル。名前は似ているがマンダリンオリエンタルホテルグループとは無関係である。1965年開業。改装前は日本の旅行会社の格安パッケージツアーで利用されることが多かった。バンコクの中心部にありホテルから徒歩約5分で バンコクメトロのサムヤーン駅に行くことができるため、街歩きなどに便利である。改装前の客室の内装は、やや古めかしかった。改装により古めかしさは消え、モダンな雰囲気になった。客室数は375室で、デラックスで約30平方メートル、4室ある、グランドスイートで約55平方メートルである。ホテルクーポンでも利用され、1室1泊あたりの、 料金が約6000円からと改装前より高くなった。ただ、バンコクの同等のレベルのホテルと比べて料金は安く設定されている。全室に温水洗浄便座がついており、宿泊料金は抑えたいが高級ホテルに宿泊したい、個人旅行者の利用に向いていると言えるだろう。2012年2月1日より全館改装工事のため休業、2013年10月9日に、 再オープンした。再オープンを機に運営が変わり、センターポイントになった。など2007年9月5日、午前0時過ぎに火災が発生し、二棟あるうちのプリンセス棟の2から5階がほぼ全焼した。死者は出なかった。この火災で宿泊客の16人が煙を吸い込むなどして病院に運ばれた。うち9人が日本人でいずれも軽傷で済んだ。 火元はプリンセス胸の2階とみられ、警察では電気系統が原因とみて調べている。スプリンクラー設備が作動しなかったとの情報もある。出火当時は約600人が宿泊し、うち約100人が日本人ツアー客であった。喝采により当面の間の休業が決定した。当初は同年9月21日に営業を再開する予定であったが、 再開の見込みが立たないため、9月21日以降の休業が決定した。2008年1月より営業を再開。ありがとうございます。